風と共に去りぬは1939年に制作されたアメリカ映画テクニカラースタンダードサイズ監督はビクター・フレミング主演はビビアン・リー、クラーク・ゲーブル、レスリー・ハワード、オリビア・デ・ハビランド日本での初公開は戦後の1952年1936年6月に出版されたマーガレット・ミッチェル検の 風と共にサリヌがベストセラーとなり、早くも出版の翌月に映画制作者のデビッド・オーセルズニックが映画家権を獲得した。その後3年の歳月と当時の金額でセルズニック・インターナショナルとメトロゴールドウィン・メイヤーが400万ドル前後の制作費をかけて全編で3時間42分という大長編映画を完成させた。 初公開は1939年12月15日に舞台となったアトランタでワールドプレミアが行われた当時としては画期的な長編テクニカラー映画であったことも手伝って空前の世界的大ヒットとなった映画である第12回アカデミー賞にて作品賞、監督賞、主演女優賞、助演女優賞、脚色賞などの8つのオスカーをはじめとして 他に特別賞、技術成果賞を含む10部門を受賞した。付属の資料にはソフト版のキャストが表記されている。セルズニック・インターナショナル・ピクチャーズのニューヨーク・オフィスの代表でストーリー係のケイ・ブラウンは1936年5月5日に風と共にサリヌを出版したマクミラン社からマーガレット・ミッチェルの長編を受け取り、一読。 風と共にサリヌの映画としての可能性を見抜いて、デイビッド・オセルズニックに、風と共にサリヌの映画化権を買わせるべく、公害を作って5月20日にはセルズニックに送った。その間にも本は旋風を巻き起こし、ぐんぐん売り上げを伸ばしていた。セルズニックはその時、砂漠の花園の撮影中で、ブラウンの興奮には同調しなかった。K. ブラウンはそこで、メモ、電報、伝言、 電話で必要な説得工作を開始。セルズニックの秘書に、あの本には本気ですし、今や1分1秒を争うのです。すでに1社から2万5000ドルの入札額が提示されました。文句なしの対策。主要人物は4人で、スカーレットはミリアム・ホープキンスかベティ・デイビスにぴったり。メラニーはジャネット・ゲーナー、レッドはクラーク・ゲーブルが最適では。 と電報を打っている。ケイ・ブラウンはさらに、セルズニックの友人で、風と共にサリヌを気に入っていた、ジョン・ヘイ・ホイットニーにも助けを求めた。ホイットニーは、もしそっちが買う気がないなら、自分が映画家券を買って、パイオニア・ピクチャーズで制作する。とセルズニックに申し渡した。出し抜かれるのが嫌いなセルズニックは秘書を通して、ケイ・ブラウンに5万ドルの入札額を出す権限を与え、 契約が成立した。セルズニックが休暇から帰ってくると、14歳以上のほとんどすべてのハリウッド女優が応募してきており、写真や電報、手紙や伝言でオフィスは埋め尽くされていた。さらに、ミッチェルの原作に、鉄道鉄尾忠実で何一つはしょったりしないように嘆願する手紙が山のように届いていた。セルズニックとホイットニーは、風と共にサリンヌを、 女ジ誌ジでテクニカラー向きの素材だと見ていた。まず1037ページの原作から脚本を作り出すために2万5000ドルでシドニー・ハワードを雇った。また、制作日程も決まっていなかったが、ジョージキューカーを説得して監督を引き受けさせた。またセルズニック・インターナショナルの広報部長は大々的な広告キャンペーンを開始した。はじめのうち、 スカーレット役の本命と思われたのは、ベティ・デイビス、キャサリン・ヘプバーン、ミリアム・ホープキンス、タルラー・バンク・ヘッド、ノーマ・シアラー、ジョーン・クロフォード、バーバラ・スタンウィック、マーガレット・サラバンなどであったが、セルズニックは映画を担う才能と経験があって、比較的無名の女優を求めており、スターの映画にはしたくなかった。そのため広報部長は、怒涛の勢いでスカーレット探しを開始、全国で、 ラジオや新聞で告知が始まった。この空前絶後のスカーレット探しは、当時、スカーレットフィーバーと呼ばれた。いくつもの新聞が、スカーレットやレッドの候補リストを作成し、レッドバトラー役には、ロナルド・コールマン、ベージル・ラスボーン、エロール・ルフリン、ゲイリー・クーパー、そしてクラーク・ゲイブルの名が上がっていた。エレノア・ルーズベルトは、個人的に電話をかけてきて、マミー役に、 自分のメイドを推薦している。セルズニックは、ケイ・ブラウンに女優探しを指揮するように言いつけて、高等学校の演劇部まで創作させた。1936年の12月には、南部の各都市を回り、アトランタでスカーレット役希望者は、明朝9時にホテルのロビーに集合と新聞広告を打つと、翌朝彼女は、フロント係から500人以上もの人々が、 集まっていると連絡を受けた。この際、マーガレット・ミッチェルが女子青年連盟のメンバー15人と助けに来ている。しかしオーディションをしてもいいと思われるのはわずか5、6人だけであった。監督のジョージ・キューカーも1937年3月に俳優だけではなくロケ地の下見も兼ねて南部へ行っているが、結局南部で見つけられたのはアリシア・レッドラ派役の女優だけであった。ハリウッドでも セルズニックとホイットニーが無名の新人を発見する作業をしており、秘書たちが膨大な仕事に巻き込まれたが、結局トローに終わった。他にも、スーザン・ヘイワード、ラナ・ターナー、アニタ・ルイーズラがスクリーンテストを受けている。約2年間にわたるスカーレット探索は応募者1400人、スクリーンテストは90人、費用は92000ドルになった。 この段階で制作費は200万ドルを超えることが予想された。カメラテストでは、ポーレット・ゴダードが最短距離にいて、セルズニックイカスタッフもほとんどゴダードで合そうになっていた。ビビアン・リーは英国で出版されたばかりの、風と共にサリヌを読んで心を奪われた。リーが出演する37年初頭の舞台の初日に、リーは出演者の一人一人に、風と共にサリヌを配っており、 自分のエージェントには、セルズニックの映画のスカーレットには、自分が最も適任であると告げていた。エージェントは映画家権を持っているのは、セルズニックだし、ビビアン・リーは、アレクサンダー・コルダと契約しているのだからどんなに、関心を持っても無駄だと説得した。しかしビビアン・リーはスカーレットに取り憑かれており、エージェントにも、スカーレットは私でなければならないのよ。セルズニックさんにそう言ってくださいな。 と、しつこく話をした。リーが今までにない真剣な熱意に燃えていることを感じた。エージェントは、リーの写真と切り抜きをセルズニックの事務所に送り、無敵艦隊が完成したら、フィルムを送ると約束した。セルズニックの事務所の誰かが、ケイ・ブラウンに話し、ケイ・ブラウンは、ビビアン・リーのことで、セルズニックに電報を打っている。セルズニックは折り返し電報で、ビビアン・リーに、 興味なし。あるいは興味を持つかもしれないが、まだ写真を見ていない。間もなく、無敵艦隊が公開されるので、その時に、リーを見る。と返答した。1938年11月5日、当時恋人であったローレンス・オリビエが、嵐が丘への出演のため船で、アメリカへ向かった。オリビエのアメリカ側のエージェントは、セルズニックの兄のマイロン・セルズニックであった。 リーとオリビエの間で手紙のやりとりが毎日なされていたが、12月にはリーはオリビエを追ってアメリカ行きの船に乗った。シドニー・ハーワードは初行で上映時間6時間の脚本を書いた。1938年を費やして、シドニー・ハワードとセルズニックは妥当な長さの脚本にしようとしていたが、第五行の段階でも5時間が必要であった。また、 脚本の第一項は、ヘイズコードによって厳しく検閲を受けた。合刊を連想させるようなもの、レッドを不倫をするような男として描くこと、ベルを売春婦と連想させること、死者や負傷者が真に迫り恐ろしいこと、レッドがスカーレットを合刊するように思わせることなどが禁止され、脚本の修正欲求をされた。その後もハワードは、脚本の借り込みを続けたが、 1938年10月には、規則延々となって諦めている。途中、開校のために、スコット・フィッツジェラルドなどが雇われたが、最終的に、セルズニック自身が脚本を書くことになった。また、セルズニックは1938年6月には、全国黒人地位工場協会と交渉し、映画には、KKK 団への言及も、黒人による暴力のシーンも含まれず、 黒人の感情を刺激することを避けること。名誉毀損となる表現は一切しないこと。小説の中で黒人たちに明らかに不快感を模様させるようなものは物語の主要な要素からは削ること。と合意した。ワーナーはセルズニックに主演をベティ・デイビスとエロール・フリンで、そして MGM よりも高額の出資を提案したが、1938年8月。 セルズニックは義理の父でもあるルイス・ビー・メイヤーの MGM と手を組み、レッド役にクラーク・ゲーブル、さらに125万ドルの出資をしてもらい、代わりに世界配給券と7年間の利益の半分を渡すこととなった。ゲーブルが決まったことで撮影は1939年1月から動かせなくなり、さらにセルズニック・インターナショナルは当時、ユナイテッド・アーティストと契約しており、 同社との契約期間は1939年の12月までだったので、その後に公開される準備が整った。スカーレット役はまだ決まっていなかったが、アトランタ奏者場の弾薬庫の炎上シーンが撮影されることになった。セルズニックスタジオにあったキングコングなどで使用された古いセットを燃やして、その後に風と共にサリーヌのセットを作ることになっていた。 使えるテクニカラーカメラは7台、火を自由に調節できる装置を考案し、レッドとスカーレットのスタントを用意し、1938年12月10日の土曜の夜に開始された。その日の朝、セルズニックのアニマイロンセルズニックは、ビビアン・リーに初めて会っており、これは驚いた。あなたは、スカーレットだ。と言った。その夜マイロンは、 ビビアン・リーとローレンス・オリビエを炎上シーンに連れて行き、撮影後にセルズニックにビビアン・リーを引き合わせた。その時のことをセルズニックはこう語っているビビアン・リーを紹介された時、炎が彼女の顔を照らした。私は一目見て彼女がぴったりであることを知った。少なくとも彼女は私が考えていたスカーレット・オハラそのままであった。 私はあの時の第一印象を永久に忘れることができないだろう。ビビアン・リーのスクリーンテストが翌週から直ちにジョージ・キューカー監督によって行われることとなった。最終審査はポーレット、コダード、ジーン・アーサー、ジョーン・ベネット、そしてビビアン・リーに絞られていた。リーはオリビエを相手にリハーサルを重ね、テストは12月21日に決まった。ビビアン・リーを見た人は、 みんな彼女のうちに燃える何かを感じました。あのハツラツとした感じは他の女優にはなかったものでした。とセルズニックの秘書は語っている。リーはクリスマスに採用を告げられた。アシュレイ役にはジェフリーリン、メルヴィン・ダグラスもスクリーンテストを受けていたが、ジェフリーは全然ダメ。ダグラスはさすがにうまいのだが、アシュレイ役には体がコツすぎる。とセルズニックは言っている。 レズリー・ハワードはアシュレイを演じるのを渋っていたが、ハワードとイングリッド・バーグマンが主演するベッツリで、ハワードがやりたがっていたプロデューサーをさせるということで、釣ったという。メラニー役にもいろんな女優がスクリーンテストを受けていたが、セルズニックはジョン・フォンテインをメラニー役で起用して、本格デビューさせようとした。しかしフォンテインはスカーレット役を狙っていたので、 姉のオリビア・デ・ハビランドを推薦したという。オリビア・デ・ハビランドは、ワーナーと専属契約を知っていたので総帥の、ジャック・ワーナーから許可が降りなかったが、どうしても演じたかったハビランドは、ジャック・ワーナー夫人に頼み込んで許可を取った。主要キャストは1939年1月13日に発表された。撮影は1939年1月26日に、 オープニングのシーンから開始された。しかしセルズニックは次の日に撮影する部分の脚本を前日に書くという不安なシステムを作っており、監督のジョージ・キューカーはシドニー・ハワードの脚本へ立ち返るように求めていた。また迅速なテンポで撮影しなければいけないのに、ジョージ・キューカーはそれぞれの心情と人物関係を浮かび上がらせていく演出法をとっていた。クラーク・ゲーブルも 女優の演じる役を最大限に引き立てると定評のあるキューカーの演出法に落ち着かないものを感じていた。キューカーがセルズニックの脚本に従うことももっとペースを上げてテーマに重きを置くようにという要請も蹴ったことでセルズニックは2月13日にキューカーを監督から外した。ビビアン・リーとオリビア・デハビランドはキューカーを変えないでほしいと懇願したが無駄であった。監督は ゲーブルと大親友のビクター・フレミングに変わった。ビビアン・リーは、フレミング監督が好きではなく、こっそり、キューカーの自宅を訪れて彼と二人でシーンを、検討した。リーはこれを撮影が終わるまで続けていたが、ハビランドもリーに知られないで同じことをしていた。結局、完成された映画には大いに、キューカーの影響があった。フレミング監督は2月18日からセルズニックと、 打ち合わせを始めたが、旧カーと同じようにこの脚本では撮影できないと言った。そのためセルズニックは、ベンヘクトを招聘。3人は、シドニー・ハワードの脚本を掘り返し、ようやく使えるものを組み立てることができた。しかし夜も昼も働いていたため、ベンヘクトは2週間で逃げ出してしまい、その後は電話をしても一切出なかったという。3月2日、再び、 オープニングシーンから撮影再開。フレミングはテンポを早めることで役柄にエネルギーを吹き込み、明晰さと壮大さに力点を置いていた。ただし、セルズニックは相変わらず、脚本を毎日開講していたため、フレミングがさらにテンポを上げようとしても、脚本がないために足止めされていた。撮影は1日12時間から18時間にまで伸びており、 クルーは24時間で待機していた。さらに撮影は散班体制になっていた。ビビアン・リーは撮影日数の95%に出演しており、仕事が全くない日はほとんどなかった。パラでもう二度と上はしないと誓うシーンでは休憩なしで22時間ぶっ続けに働いた。その後4時間眠り、翌日は戦争前のアトランタのシーンを撮っていた。リーは 毎日16時間も働いていたが、皆が帰り支度を始めると、もう少しお願い、と言って、さらに撮影をしていた。リーは1日でも早く撮影を終わらせて、ローレンス・オリビエの元に行きたがっていたのだった。セルズニックは脚本を書く合間に、ハルカーンと共にその日撮影したフィルムを編集し、早くのキャスティングの決定をし、特殊効果をチェックしていた。 セルズニックの1日の勤務時間は18時間から20時間にまで達していた。フレミング監督とビビアン・リーは彼女の役柄で常に争っていた。リーが涙を流し、フレミングが怒りに燃えて1日が終わることがしばしばあった。フレミングはスカーレットをきつい性格で意地の悪い女に描き出そうとしており、リーはもっと心根の優しい女として描き出そうとしていた。 リーは原作をいつもセットに持ってきており、スカーレットの性格が変えられていると言って抗議した。フレミングは人物の性格よりもスペクタクルに重点を置いていた。スカーレットが階段から落ちたアトレットが鳴くシーンでゲーブルが鳴くことを拒み、リーが演出に文句をつけたことでさらにこじらせ、何週間も肉体と精神両面の疲れと戦ってきたフレミングはとうとう耐えられなくなり、 セットから出て行ってしまった。かねてからフレミングが休みを必要とするだろうと考えていたセルズニックは MGM のサムウッドを待機させていた。ウッドは4月29日から仕事にかかり第一版を監督した。ウッドにとって初めてのテクニカラー作品であったにもかかわらず彼は撮影ペースを維持した。フレミングが戻ってきたのは5月17日。サムウッドはそのまま残り、 第2班を監督することになった。撮影現場は今や六班体制になっていた。そしてついに主要部分の撮影は6月27日に125日間で終了した。今なら200日かかっても撮れないだろうと言われている。ただし、打ち上げパーティーの後すぐに撮り直しが開始されている。セルズニックとハルカーンは1日23時間も編集を行い、時には ぶっ続けで50時間も働いていた。9月9日にはようやく死者に出せる程度のものが完成した。上映時間はまだ4時間半、タイトルは a であったし、音楽はまだ出来上がっておらず1937年の全打場の虜の音楽が使われていた。デイビッドとアイリーンのセルズニック夫妻、編集のハルカーンとジェームズ・イ・ニューカム、ジョン・ヘイ・ホイットニーの5名で、 フィルムを収めた感を持って、リバーサイド市のフォックス劇場へ行った。そこで舞い上がっている、劇場支配人に上映予定を切り替えさせ、観客に、これから覆面試写会が開かれることを知らせた。出入り口は封鎖され、誰も途中で席を立てないし、途中から入ってくることもできない、と。映画が始まり、マーガレット・ミッチェルの名前が出ると大拍手。 タイトルが出ると割れんばかりの大歓声が起こった。セルズニック夫妻も、ハルカーンも感激で泣いたという。上映後、回収したアンケートでは絶賛の嵐であった。その後も、少しずつフィルムを削る作業や撮り直しや、追加撮影が行われ、10月13日には、オープニングシーンの最後の撮り直しもあった。音楽は、南部音楽に精通したマックス・スタイナーに8月14日に、 依頼されたが、さらに補助として、フランツ・ワックスマンとハーバート・ストサートが雇われた。1939年10月18日には、サンタ・バーバラのアーリントン劇場でもう一度覆面試写会。再び嵐が巻き起こった。この後さらに10日間の追加撮影を行い、11月11日に最終の追加撮影が終了。10月半ばにはセルズニックは、 アメリカ映画協会にダームというレッドの最後の言葉を許可してもらえるように手紙を書いている。業界の重鎮たちが味方についたおかげで、このセリフは5000ドルの罰金で許可されている。1939年12月11日の完成まで撮影したフィルムは50万フィート、そのうち上映時間にして29時間になる16万フィートがプリントされた。 最終2万フィート222分の長さまで切り詰められた。1939年12月15日金曜日、南部のアトランタでワールドプレミアが開かれた。ローズグランド劇場の正面にトエルブオークス屋敷を模したファサードを建てたり、すべての商店のウィンドウにポスターを貼らせたりした。知事はプレミアの日は週の休日、アトランタ市では13日から15日の3日間を、 休日にした。グランド劇場の座席数は2051。入場料が50セントの時代に、通常の20倍の10ドルという高額料金で、あったが、6万人から応募があり、抽選になった。13日に、ビビアン・リー、ローレンス・オリビエ、オリビア・デハ・ハビランド、イブリン・キース、アンラザ・フォード、アリシア・レット、ローラ・ホープ・クルーズ、オーナ・マンスン、デビッドオーセルズ・ニック夫妻、ケイ・ブラウン、 14日に、クラーク・ゲーブル、キャロル・ロンバードラ・キャストやスタッフが到着。スターや名手を乗せた30台の車からなるパレードが、空港からアトランタ市街まで行進した。どの道路にも人が鈴なりであった。また、市営の大行動では、当時の衣装をまとった人々によって、モンスターバザーが再現された。15日プレミア当日、スターと共に劇場に入った観客たちは、 涙ながらに拍手喝采を送った。映画から衝撃を受けるがままに、反乱軍のお竹火を上げ、矢地を飛ばし、悲鳴を上げ、歓声を送り、足を踏み鳴らした。上映後、マーガレット・ミッチェルが、ゲーブルにエスコートされて舞台に立ち、この映画は私に素晴らしい感動を与えてくれました。色い々ろいろ言われながら、理想の配役が得られるまで黙り通したセルズニック氏の決意は、 賞賛に値します。そして配役は完璧だったと思います。と述べている。グランド劇場では改装まで3年間続営した。その後のニューヨークとロサンゼルスのプレミアでも同様の栄光が待っていた。1940年2月12日、アカデミー賞ノミネートの発表が行われたが、この年は優秀な映画が多く、これまでで最良の年だと懸念されていた。ところが、 デビッド・オーセルズ・ニックが最後の最後で風と共にサリヌを滑り込ませたことでマスコミ各社や映画業界人が憤劇の声を上げていた。風と共にサリヌはアカデミー賞のオスカーで12の部門で13人が候補に上るという記録を打ち立てた。助演女優賞候補にはオリビア・デ・ハビランドとハティマク・ダニエルの2人が候補になっている。1940年2月29日。 アカデミー賞受賞版3回の後、午後11時から第12回アカデミー賞受賞式が行われた。発表はまだであったが、恒例によって、新聞各社には受賞式をすぐに公表できる、要受賞者のリストが配布されていた。ところがこの年の白熱状態に我慢できず、ロサンゼルスタイムズ紙がこの日の午後の晩に、デビッド・オーセルズ・ニックがアカデミー賞を制覇。 大見出しと共に発表してしまった。そのため、アカデミー賞の封をした封筒を使う有名なシステムが採用されるようになった。クラーク・ゲーブルは、自分が最優秀主演団優勝を獲得できないことを承知で、キャロル・ロンバートと一緒にやってきた。主演女優賞は激戦であったが、ビビアン・リーが獲得。スピーチでは、お世話になった人の名を全部挙げれば、 あの映画ほどの長さにもなりかねませんと言って、デビッド・オーセルズ・ニックに絞って感謝した。そしてこの被災大の喝采は、最優秀助演女優賞を取ったハティマク・ダニエルに、捧げられた。黒人俳優では、初のアカデミー賞受賞であり、この先24年間は後を継ぐものは出なかった。作品賞でのライバルは、駅馬車、二の地下、オズの魔法師、スミストへ行く、チップス先生さようなら、 開口、二十日ネズミと、人間、愛の勝利、嵐が丘という映画の古典の伝道であったが、風と共にサリヌが受賞した。セルズニックは、作品賞以外にも、アービング・ジータ・タルバーク賞も受賞している。風と共にサリヌは、オスカー8部門同時受賞と、特別賞とアービング・ジータ・タルバーク賞も合わせれば10部門という記録破りを成し遂げ、司会のボブ・ホープは、まるで、 セルズニックのための事前工業みたいだね、とジョークを飛ばした。セルズニックが作ったその後の作品は、すべて風と共に去りぬと比較され、それより劣ると評された。そしてわずか5年後の1944年に、セルズニックは本作の一切の権利を MGM に売却した。現在は他の MGM 作品と同様タイムワーナーに版権がある。 インフレを調整した歴代の工業収入では、2020年現在でも、風と共にサリヌが1位である。日本で、風と共にサリヌのチケットを買おうとしている人たち、風と共にサリヌは、本来 35mm、スタンダードサイズであるが、アメリカでは1954年から、日本では1955年の最初のリバイバルから、ワイドスクリーン版での上映が行われてきた。 中でも1967年に日比谷スカラザで世界初公開された7 0ト、mm、ルプリント版は2倍の大きさ、2倍のスペクタクル、2倍の興奮と目打たれて世界を回ったが、これは単純に上下を切ったものではなく、当時の最先端の技術が使われている。オリジナルネガを単純に7 0ミ、mm、リの横幅に合わせて拡大したら天地が1、3以上切れてしまうため、 MGM 技術研究所は、シネマスコープの映画を、当時の1.33、1のテレビ用比率のプリントに変えた技術を応用している。ワイドスクリーンの映画をテレビ用に直すには両端を切れば良いわけで、そのために、ワイドのフレームの端から端へ、レンズが動き、画面の重要な動きを捉える、示唆装置や操作や着付け機が開発されていた。このレンズの動きが、電子的に記録され、 インターポジをセットすると焼き付け機のレンズもその記録に従って正確に同じ動作をする。このレンズの動きを水平から垂直に変えることで2.21の 70mm の画面を作ることに成功している。これは1コマ1コマフィルムの画像を追求する大変な仕事で重要なあらゆる部分や動きをレンズがインターポジを上下に操作し128万回もシャッターを切って オリジナルプリントと正確に同じ3時間42分の 70mm プリントを生み出している。音響の面でもオリジナルの1本のトラックの音を6本トラックの立体音響に移すため声、音楽、エフェクトの別々のテープに分解し、これに修正性や補強を加えて6本トラックにすることに成功している。これらは1965年の後半から始められ、 テストリールが作られてからさらに1年の歳月をかけて 70mm のマスタープリントとステレオサウンドが完成されている。映画の冒頭のメインタイトルでスタッフキャスト等のテロップの後にディキシーの調べとともにアーネスト・ダウスンの恋愛史、シナラのシノの一句が出てくる。これは原作の題名の由来にもなっている。ゼアワズ・エーランド・オブ。 キャバリアッツコットンフィールズゴールドザオールドサウス、ヒアインディスプリティワールド、ギャラントリー・トゥック・イッツ・ラスト・バウ、ヒアワズ・ザ・ラスト・エバー・ツー・ビー・シン・オブ・ナイツ・アンド・ザ・アレディース・フェア、オブ・マスター・アンオブ・スレイブ、ルック・フォイット・オンリー・イン・ブックス、フォイット・イズ・ノー・モア・ザン、エイ・ドリーム・リメンバード、エイ・シビライゼーション・オン・ウィズ・ザ・ウィンド。この文章は、一つの文化が戦争という劣風と共に消え去った。 ことを意味している。メディアを再生する予告編第12回アカデミー賞第5回ニューヨーク映画批評家協会賞ナショナルボードオーブレビュー賞ファロアイランドフィルムフェスティバルフォトプレイ賞アメリカ国立フィルム登録ボピープルズチョイスアワードオンラインフィルムテレビジョンアソシエーション DVD エクスクルーシーブアワーズサテライト賞アメリカ映画ベスト百第四位アメリカ映画ベスト百 第6位アメリカ映画の名セリフベスト100本作は、米国においては著作権が切れる前に95年に延長されており、1939年制作なので、保護期間は2034年まで有効である。ワーナーホームビデオから発売された VHS 版は日本でのリリースが米国に先行する形となり、日本語字幕版を逆輸入するケースが相次いだため、 本国でのリリースが前倒しになった。またこの区段の影響もあり、DVD は北米と日本でリージョンを分けられることになった。日本においては著作権の保護期間が完全に終了したことから、複数の会社から激安 DVD が発売されている。ありがとうございます。